本当に苦手なの。バレー引退してから出ない理由は、これは絶対に毎日使う、絶対に使ってます。はい、今日も始まりました。こんにちは、さおりです。ジェイです。イエーイなんでちょっと後ろが大暴れしてる得意分野今から行くわ。こんなのワリザン得意じゃん。ワリザンね、ワリザン見ちゃう。ワリザンね、行くよ。大得意だよね。行くよ。怖いよね。28÷4。28の中に4が何個あるかや。そういうことや。何個ある？4、4。28÷4の中に4、4、16、4、5、20。当たってるよ。6、6、4、20、4。7、4、28だから7。おいいよ。7、7、7、7。いきますよ。32÷2は、32の中に2が何個あるかだから、え、でもさ、ちょっとでもそれは2がありすぎない？今日はね、はい、まあ、インスタグラムとかでも、うん、結構人気なね、沙織さんのコスメ、コスメ大好き、コスメ紹介ですね、今日は。あ、コスメ紹介で、はい、はい、じゃあコスメ紹介していきまーす見てください。はい、今日は私が普段使ってるコスメの紹介をしていきますって言っても、本当になんか化粧品コスメが大好きだから、なんかファンデーションとかも質感とかなんか色とかによっても全然、なんかその日の気分で私使うの全然違うし、リップの色とかも本当に毎日毎日全然違う色を使うので、本当にその日の気分に合ったやつをいろいろ使うので、化粧品はいっぱい持ってるんですけど、今日は今日の気分のコスメを持ってきたので、それを紹介したいと思います。どっから行こう。まず肌、肌、肌からでいい？全部肌じゃない？そうか全部肌、うん、全部肌か。まず今日使っ日焼け止め、あ、日焼け止め、日焼け止めからいきます。はい、はい、いろいろこうパパパパってしてから、最初に使った日焼け止めは今日はまずこれです。でれん、ラロッシュポゼ UV イデア XL。 これどこ読めばいいんだろうね。プロテクショントーンアップ、これを使ってます。はい、これなんか結構インスタとかではピンクの方を見るんだけど、ピンクの方ももちろん私たまに使ってるんだけど、私は断然こっちが好きです。ホワイトの方、こっちがすごいお肌にもなんか柔らかいし、色も透明なのですごく好きです。あとそれに私すごく好きなのがこれ、デレン、フェンティビューティーの下地です。これめっちゃよくって、本当にすごいすごいいいんだけど、これはね、どこで買ったんだっけ、 LA かな、 LA のセフォラかなで買ったんだけど、これが本当に本当に良いので、結構これはこのままで使ったりとか、さっきの下地に混ぜて使ったりとか、これは本当に好きなので使ってます。あ、これは絶対に毎日使う、絶対にどんな気分でも毎日使うのはこれ。これ本当によくて、 NARS のスムース&プロテクトプライマー、これで本当に毛穴とかこの辺がスッとなります。スッとね、そうなんかボコボコも全部サラサラにするし、本当邪魔しないので、何の化粧品にも。しかもこれ SPF50 も入ってるの、だから本当にこれは本当に本当に絶対にこれは毎日使う。今日のファンデーションは
なんかあんまり重たくしたくないなって日は大体これを選ぶんですけど、ファミュファミュのエバーグロークッション、ライブベージュ使ってます。これは本当にもう SPF23 だけど、本当なんか軽いしスキンケア洗浄って感じなので、これよく手に取ることが多いです。あ、ファミュの1個前に使ったのがこれ。これはね、使ったり使わなかったりすることが多いんだけど、今日は気分的になんかちょっと使いたいなと思ったので、フーミーのコントロールカラーベースのイエローグローを使いました。ちょっとだけ、これなんか紫とか青とかピンクもいっぱいあるんだけど、今黄色持ってて紫欲しいなって思ってるところです。で、ちょんちょんってなんていうの、コンシーラー、コンシーラーみたいな感じで使ってるのがこれ、でれん、 RMS のアンカバーアップ22番を使ってます。なんかファンデーションって書いてあるんだけど、私にはこういう感じなんですけど、私はねファンデーションってよりもちょっとコンシーラーみたいな感じに使ってます。硬さがちょうどいいので。で、もうちょっとだよ、肌はもうちょっとで、上からちょっと、肌はもうちょっとあの上からやっぱね、私結構テカるので、普段お店とかにもいるしすぐテカっちゃうから、それを抑えてもらうのにこれアウェイクの粉を使ってます。これでもなんだろう、書いてないんだよね、何も書いてないんだけど、上からポンポンって押さえる粉ですね。で、最近よく使ってるのがじゃじゃん、じゃじゃじゃん、フーミーの、部分用ファンデーションって書いてあるんだけど、ちっちゃ顔シャドウって書いてあるの、可愛くない、名前が見えるかな、ちっちゃ顔シャドウって書いてあるんだけど、顔がちっちゃくなるみたい。なんかこれをなんかちょっと顎の下に入れたりとか、だからシェービングみたいな感じだよね。シェービング？シェービング？何それ？シェービング？シェービングってヒゲ剃るんじゃない？違う、シェービング、シェービング？シェービング？シェービングっていうの？多分ちょっと知らんけど、シェービングだと思うんだけど、このちょっとね、この小顔な感じにね。小顔効果あり。少しね、そうありあり。だって名前がだってちっちゃ顔シャドウだよ。ほら、名前見える？ちっちゃ顔シャドウだ。見えてると思う。見える。そう、だからこれは本当に最後にいつも使うやつ。見ていいっすよ。で、私が好きなのがもう全部これを使う、絶対に。あ、このロージーローザのシフォンタッチスポンジ、今日は新しい方を持ってきたけど、なんかね、これでこのファンデーションとか粉とかなんかコンシーラーとかなじませるのも全部これでいきます。これはお気に入りのやつまたぜひ見てください。次の動画はお楽しみですよ。お楽しみに。またいろいろいろんなことを挑戦してみたいと思います。今日はありがとうございました。バイバイバイむずいわ違うの、本当に。でも本当にこれなの、これなのだから、一番の本当にメディアに私がバレエ引退してから出ない理由は本当にここなの。バカなの本当に勉強ができないの、特に数字は本当に苦手なの。